Hi everyone, welcome back to Square X Presents. We have a lot of fun stuff for you today, so be sure to subscribe. ということで、この時間からは、この時間は、ファイナルファンタジー14第15回プロデューサーレターライブをお送りしたいと思います。はい、プロデューサー系。英語うまいね。今日一番緊張したパートだと思います。ね、はい、はい、ということでプロデューサー兼ディレクターの吉田さんです、はい、自己紹介お願いします。ファイナルファンタジー14新鮮オルセア、プロデューサー兼ディレクターの吉田です。 E3 会場からお届けしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして進行はスクエアニックスコミュニティチームのモルボルこと室内がお送りいたします。よろしくお願いします。さてさて、ということで E3 3日目の会場からお送りする第15回プロデューサーレターライブですが、3日目ね、吉田さんのマイクがちょっと遠いらしいので、もうちょっと寄せていただく、かぶった方がいい。あ、そうですね、かぶるとそうですね。どうですかこれで。あ、多分バッチリだと思います。いいですか。はい、ありがとうございます。ということで、はい、E3、まあ恒例の話ですが、昨日も安本さんとお話しされてましたが、はいはい、どうですか今年の E3。まあどうですかっていうかさ、知っての通りですね、はい、一歩もブースから出てない、ね、タバコを吸いに行くぐらいでしょ。なんだろうね、去年、今年は違うかなと思ってたんですけどね、何にも変わんなかった、ね、そうですね、うん、まあ、今年もあのバトルチャレンジは台数増やしてお送りしてますが、そうですね、盛況で初日はクリア率が悪く、はい、必死のみんなサポートで勝率を上げていくっていうね、はい、はいはい、ということでお送りしておりますが、はいはい、E3 といえば、まずは E3 トレーラー、今回、はいはい、エオルゼアの脅威ということで万神がいっぱい映ったものが公開しましたが、芝、はいはい、が芝いたような、芝とは言っていないおっとみたいな。なるほど。まあ芝ですけどね。はい、はい、がお披露目になりました。そうですね、はいはい、ラムに引き続きお楽しみにということですね。そうですね、まあ、あのちょっと別の放送でも言いましたけど、はい、まあ、E3 ということで、あの世界的にまだプレイしてない人とか、はい、あのメディアの皆さんにも PR ということで、まあ、こんなに14いろんなね、まあ、いわゆる FF でいうと召喚獣、まあ、14でいうと万神ですけど、ね、いて、まあ、ハードなバトルも、ね、ありますよということでね、作った PV なんですけど、はいはいはい、そしてもう一つ、おとといのうん、英語放送の方で、はい、新クラス新ジョブが公開されましたね。これだよね。そう、これだよね。あれ、ちょっと寄っていただけますか。これだよね。あ、ちょっと雰囲、あっとあっと、これ違った。あ、違う、一応関連してそうですか。なんかね、違ったね、違ったね。うん、まあまあ、はいはい、ね、そうそう、こういう、はい、ということで人たち、ね、創剣士、創剣士、まあ、英語名ローグですね、はい、はいはい、そして忍者、忍者ですね、はい、ということで、こちらが 2.4 と 2.4 ですね、はい、はい、ありがとうございます。はい、そして今日の放送は、はい、パッチ 2.3 コンテンツ特集パート2ということで、はい、前回の名古屋のライブでお伝えできなかった、そうですね、いろいろなものをご紹介していこうということで、はい、早速今日も時間になかなかどうして後ろにあまり押せませんので、まあそうですね、ただあと、はい、今日は本当ね、出来たてほやほやというか、作ってる最中のね、日本の開発サーバーに、あ、そうなんですよね、はい、ここから繋いでるので、バグあったりするとわたわたすると思いますけど、なんかあったら申し訳ありません、ご容赦ください、最初に言っておきましょう、はい、最新の状態でお届けします。はい、はい、あ、では早速行きたいんですが、はいはい、その前に、その前に、あの前回お見せした中で、はいはい、ラムーが、ラムーがいましたが、はい、前回、実機を見せられなかったので、はい、今回せっかく、開発サーバーに繋がってるんで、うん、まずはそれをちょっと見せていただけませんかと。ラムーから、はい、じゃあちょっとラムーの雰囲気だけ、はい、雰囲気だけいいですか、切り替えていいですか。ちょっとまだです、まだです、はい、まだですよ。まずちょっと待ってください、はい、ファインダーに積んじゃいますんで。これ他のにチェック入ってないだろうな。確かに。さあさあ、ちょっと、はい、積んでみました。はい、それでは皆さんに実機でラムーの方をご覧いただきたいと思いますが、ちょっと、ちょっと準備しておりますのでお待ちください。怖いよ、怖い怖い怖い。あれ何かな、あれなんで、ちょっと待って、また違うところに申請してないか俺。あ、やっぱり危ねえ。クリスタルタワーに積んでるし、それ後ほどのやつなんで、後ほどね、はい、大丈夫です、皆さんにもちゃんとご覧いただきますので。危ない危ない、テストしてたやつがね残ってる、ね、そうですね、これで来るでしょう。あ、来た、いいですか。じゃあ
はい、いいじゃあ画面ゲームの方お願いします。はい、雰囲気ですよ、はい、雰囲気です。はい、どうですかね、結構神秘的なんですよね。コクラムーですねいきなり動くなんですねまあまあこっちの方がなんかね、はい、こう雰囲気わかんのかなと。ほら真の方行っちゃうとシナリオ出てきちゃったりするんで。ああ、なるほどなるほど、そうなんですよね。確かに確かにさあ皆さん話題のこのバトルの舞台が、そうですね、さあおラムーチャマ登場ですかね。いや迫力ありますね。そう怖いんですよね、でもね絶対怒られたくないですよ、うん、まあ私ちょっとですね今デバッグコマンドを使って一人で、はい、一人でまさかの一人で、まさかの一人でねラムーと対峙するということですが、はいはい、まあこんな感じですね。はい、なんか武器が映ってますけど、まああんまり気にしない方がいいかな。おお気になりますね。これあれですか、やっぱ戦うのはいろいろあれですか。いやいいですよ別に戦ってもあのクロスオットアにブリザラしか入ってないですけどいやいいんですけどね別に。じゃあ雰囲気だけでご紹介ということで、雰囲気だけ、はい、あ皆さん雰囲気をまあそうですよね、まあそうです、まあそうですよ、まあそうです、一人ですしまあそうです、なんかだっておじいさんもほとんど動かなかったです微動だにしない、そうですね、念力でやられたんじゃないかぐらいでした、すぐ死んじゃいました、はいはい、まあでもまもなくね皆さんに、はい、世界中の皆さんに戦っていただける、まあざっくりね、ごくラムーね、はい、ラムーのバトルフィールドこんな感じになってます。ありがとうございました。実際のバトルとかもっと細かい動きとか攻略っぽいことは 2.3 でぜひ皆さんでお試しください、ね、ということで、はい、すっごいよくできてるんですよねマップ、はい、はあ、はい、いろいろ気になりますが、じゃあラムに関してはここまでさせていただきたいと思います、はい、カメラの方をカメラに戻してください。はいはい、戻る、はい、戻ったね、ちょっと待ってね、ありがとうございます、俺外出るんではい、で音が地味に、あ、ありがとうございます、はい、ということで、はいはい、ラムに続きまして、はい、今日の本題の方に入っていきたいと思います。はいはい、ちょっと待ってね、準備をしておくので、あ、そうですね、そうなんですよ、今回はいろいろ準備がございますので、そうで、次の話題は、次の話題は PVP フロントラインについていきたいと思いますので、はいはい、質問の方に行っていいですか。ちょっと待ってね、はい、ちょっと待ってね、じゃあ準備をしつつ、ちょっと待ってくださいよ、こちらも皆さんの期待が大きいところだと思いますが PVP フロントラインについていきたいと思います。まあまあ大丈夫かな、大丈夫ですか、この状態で、はい、日本側がちゃんと対応しててくれればはい、はい、そうなんですよ、日本側のサポートのスタッフもそうなんですよね、もりもり稼働しておりますので、はい、皆さんよろしくお願いします、はいはい、じゃあ行きましょう、はい、ということで質問に行きたいと思いますが、まず一つ目です、はい、これまで PVP をプレイしたことがなくても気軽に参加できるでしょうか。ん、違いますよ、ゲーム画面出さないでくださいねびっくりびっくりしたわなんだっけあのね、今日スイッチングがね、いつものスタッフ、いつものスタッフじゃないですからね、怖いんですよね、はい、お願いしますよ、これまで PVP をプレイしたことがなくても気軽に参加できますか、はい、というものです。今回の、フロントラインに関しては、かなりの人数でプレイをしてもらうこともあって、はい、相当その参加条件的にも、うん、それから公平性、パラメータの公平性的にも、かなりあのカジュアルにしたつもりなので、本当に気軽に今までその参加したことない人もバリバリ入っていってもらえるかなと思ってます。で、まあ、詳しくはあのいろいろご質問に答えながら多分説明していけるんじゃないかなと思ってます。はい、はい、ありがとうございます。
では次ですが、うん、フロントラインには最大で何人まで同時に参加できますか？現在最終的な負荷チェック中なんですけど、はい、まあ、この負荷チェックの、終わり次第でもしかしたらちょっと変わるかもしれないですけど、現状、テストがちゃんといけてるものとしては、はい、24対24の、はい、トータル72人での PVP です。はい、はい、そして私の耳には遠くでシャキーンって聞こえましたが、ちょっとじゃあ言っときますね。そうですね、次の質問が実機で見せてほしいだったのでちょうどいいところです。はいはい、待ってくださいね、はい、現在ローディング中ですよ。まだですよ、ちょっと待ってね。はい、ちょっと、ね、見栄えを変えますね。よいしょ、オッケー。じゃあゲーム画面行きましょう。音大丈夫ですか？音大丈夫です。音ここはね、ここは大丈夫。はい、いろいろ開発中のものでしてということで切り替わりました。ここがですね、まず、ランディング、要は、フロントラインに突入してきた直後の場所です。はい、まあ、飛空艇に乗って、まあ、各国来るんですけど、うんうん、ここは不滅隊のアウトポストと言っていて、はい、不滅隊が、まあ、陣取ってる場所だと思ってもらえればいいです。はい、で、今までずっと3勢力に分かれてっていうお話をしてきましたけど、はい、グリダニアの総者と、うん、それから、リムサの国家団、ウルダハの不滅隊の3つに分かれて、戦っていただくことになります。はいはい、なるほど、それが基本ルールということですね。そうですね。で、このフロントライン、はい、カルテノ平原にあるアウトロー戦区という名前、つまりもうアウトローの人たちが今もう海で戦ってますみたいな、マップなんですけど、まあこういう感じ、雰囲気はこういう感じです。なるほど、ありがとうございます。で、そこの、まず僕今このキャラクター不滅隊に所属してるんで、はい、不滅隊のアウトポストに送られてきたっていう状態ですね。はい、で、まあ、ここ今、あと30秒ぐらいでここが空いて、うん、まあ、PVP スタートっていう状態ですね。じゃ今は待機時間ってことなんですね。そうですね、はい、でね、ちょっとね、まだ BGM がね、いろいろ途中なんでね、はい、聞かせてはならんって言われてるので、なるほどなるほど、ちょっと BGM だけ切っておきますね。すいませんね、ませんね、ここからは、ここからは効果音だけでお楽しみいただきます。私の声で。はい、じゃあ質問次いきますね。はい、どうぞどうぞ。1回の戦闘時間はどのぐらいですか？勝負がつくのは、はい、30分です。ほうほう、で今ちょっと、ライブでお見せするのに時間延長 しますけど、はいはい、だいたいこんな感じです。なるほど、あ、なんか、あ、雲の感じが、で、はい、時代の主演ラストで、惨劇が起こったカルテの平原が今、まあ、こういう状態で、まあ、バトルフィールドになってます。お、はい、ありがとうございます。では次いきますね。あ、でちなみになんですけど、はい、このアウトポスト、このフィールド内でプレイヤーに倒されてしまった場合の、はい、リスタートポイントでもあるので、あ、ここが、はい、アウトポストね。だからフィールド側からは戻ってこれないです。ああ、なるほどなるほど、降りたら降りたっきりよと。はいはい、はいはいはい、なのでここからもう飛び降りたらもう戦うしかない。なるほど、じゃあ上にいると一瞬だけが安全地帯ってことなんですね。そうですね、ほい、でマウントも乗れます。ここだいぶ広いってことですよね。広いです。あ、しれっとなんか見たことないマウントでした。まあこれ PVP 方式ですね。群馬で、はいはい、でこのフィールドを使って、24対24対24に分かれて戦っていただきます。はい、はい、だからまあクリタワぐらいの気軽さで、うん、はは、はいはい、アライアンスが3つそれぞれ組まれますので、はい、その中で連絡取り合いながら、こう指示出しをしたりとか、うんうん、集まってみたりとか、はい、そんなイメージですよね。はいはい、では次です。レベルなど参加条件を教えてください。レベル50です。はい、50しかないです。はい、で参加条件はもうレベルだけです。うん、で今回ちょっと新しい仕組みがあってですね、はい、アイテムレベルシンクというものが、はい、入ってます、このコンテンツ。はい、でアイテムレベルシンク、今80か90か、まあ、どっちにしようって最終調整中なんですけど、うんうんうん、それ以上の装備を持っていても、アイテムレベルが自動的にそこにシンクされて、ウルブズジェールで発揮されているモラルというパラメーターも、はい、ここでは見ません。見ない。なので、完全に公平な状態で、
戦うと。ただ PVP 専用アクションとかっていうのは、まあ、もちろん使えるので、はい、まあ、そこが違いかなという感じです。なるほど。多分皆さんよく見てるなって話なんですけど、うん、一瞬さっきちらっと映ったじゃないですか。何？CF の画面が一瞬映ったじゃないですか。あの時に ILV 制限、まあ、これも出てますけど ILV シンクってなんじゃって。あ、なるほど、ね、皆さんよく見てるなと思いました。すごいですね。はい、アイテムレベルシンクという概念が入ります。まあ、今後このアイテムレベルシンクって、はい、例えばタイムアタックみたいなのをやろうって時にも、まあ、使っていくかもなっていう感じです。はい、はい、ありがとうございます。では次です。フロントラインでは、どのような報酬が手に入りますか？まあ、基本的にはあの PVP アクションを取得するためのまあ PVP のポイントだったりランクだったり、まあウルブズジェールと共有されてます。はい、あとはまあ今こう見ていただいている群馬ですね。はい、やっていくともらえます。あとまあできるだけそのどうしてもね、皆さんこう戦機を集める時間とかってあるじゃないですか。はい、まあ、ありますあります。だからこのフロントラインは参加すると戦機が手に入ったりとするので、あの今ダンジョン回ってる時間を割とこっちに割り当ててもらったりもできるように、いいですね、まあ、選べるようになしてみたので、はい、あのぜひ、ね、気軽にバリバリ参加していただきたい。はい、ありがとうございます。はい、では次です。もうちょっと走ろうかな。プレイヤー以外の NPC やモンスターなどが参戦したりするのでしょうか？はい、モンスターはいますね。います。ほうほう。でそれを倒すと若干ですけど、勝敗に影響したりはします。ほう。ただね、もう夢中でモンスターと戦ってるとね、はい、後ろからあ、まあそうですよね、あのグリダニアの集団がやってきてね、ボコボコにされたりすると思うんでまあまあ気をつけてほしいなと思いますけど。はい、はい、ありがとうございます。はい、では次です。はい、ロールごとに参加人数は決まっていますか？ですね、今回、はい、なんとですね、ロールの縛りがないんです。ここなしです。だからヒーラー24人とかで来てしまうこともただ、はいはい、ここなんとですね、あのさっき見ていただいたアウトポストはジョブチェンジ可能なんです。はい、あ、なるほど、中でなのでとにかくマッチングの速度を上げてます。うん、なので中で自分たちで話し合って変えてもらってもいいし、あ、まあまあそのままわーって言ってもいいや、はい、っていうぐらいの気軽さでやってもらえるように、ロールの縛りがないので、うん、はい、あの話し合って決めたりあの周りの状況を見てちょっと変えようかなっていうのが可能になってます。ね、はい、わかりました。なんかね、ほら、またバハっぽいものもあったりね、気になるもの多数ですね。多数なんですよ。でまあ調子に乗ってね、この辺でギリギリで戦ってたりしてね、吹っ飛ばされたりすると落ちますんでね、気をつけてくださいね。なるほど、はい、あ、そうですよね。そう、焦って階段から落ちたりしないようにねしていただきたいな。しかし本当に広いですね。広いです、丸1個フィールドなので。はい、はい、ありがとうございます。はい、というあたりでフロントラインに関しては一旦ここまでにしたいと思います。ちょっと基本ルールって話してない気がするけど、あ、大丈夫？なるほど、あ、すいません。じゃあ基本ルールもうちょっとご説明お願いします。ですね、このフィールドの中に、はい、さっき見ていただいたアウトポストって、まあ、三国分のアウトポストがもちろんあって、はい、そこを攻めるわけじゃなくてですね、はあ、基本陣取り、うん、プレイヤーを倒してもポイントが入りますけど、A、陣を取っていった方が有利になります。うん、で最終的に、その三勢力のうちどこが最もそのこの試合の中でポイントを取ったかっていうので、はい、1位2位3位が決まるんですけ ど、 なるほ ど、 なるほど、その時に割と重要なのがこの中立のアウトポストというか砦がこうあります。はいはいはい、でここのサークルの中に、まあ、フラッグの中にこう入るとですね、ジョワーンってなりましたね。で一定時間溜まってきますね、メーターが。そうですね、ステイしていると、まあ、ここが、不滅隊が占拠しました。はい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 、でこれが都合ここ6カ所あります。おなので、まず陣を取ってポイントの上がりを稼いでおきながら、うん、で当然奪い返しもできます。はい、じゃあここに例えばグリダニアの勢力が来たらば奪い返せるってこと。僕今ここのサークルの中に1人入ってるじゃないですか。はい、でもう1人来ると、中立なんですね。うん、で相手が2人になると向こうに今度傾いていって、あー、なるほどなるほど。で長くいればいるだけその局面が変わって、で、はい、ケージが全部なると取られちゃう。なるほど。はい、じゃあどう守りに配置するのか。そうですね、守るのか取りに行くのか、まあ、取りに行くのかみたいなところをわーわーやってもらえるといいのかな。いいですね。で基本とにかくその、はい、敵を倒すでもそうだし、モンスターを倒すでもそうですし、まあ、拠点をどんどん抑えていくんでもそうですけど、その制限時間内に、
ポイントを最も稼いだところが、まあ、勝ちという感じです、はいはい、ありがとうございました。であとですね、まあ、24対24対24って言いましたけど、コンテンツファインダーをですね大改造しまして、なんとこのコンテンツ、うん、マッチングに時間がかかると、はい、自動的に16対16対16に、あ、なるほど、モードが変わったり、ほうほうほう、8対8対8にモードが変わったりするので、まあ、24時間どの時間帯でも人がもし少なかったとしても、はい、その試合ができるようになってる。お、なるほど。じゃあ最小構成888いれば始められるとか、そういう感じで、でそこはファインダー側にあの何も気兼ねせずに登録してもらうと内部で時間を見ていて、で申請されている人数とかを見て、はい、こうキャップをこう自動的に変えるようになってるんで、じゃあプレイヤーとしてはやることは普通に CF で申請すればいい。そうですね。なるほど、はい、もうそれだけです。ロールも気にしなくていいので、はい、ありがとうございます、はいはい、まあ本当広いんでぜひね。そうですね、はい、ありがとうございます、はい、では次に行きたいと思います。カメラを戻してください。じゃあ私離脱します。はい、ありがとうございます、はい、では次ですが、続いてチョコボ育成に行きたいと思います、はい、ので最初の質問です、チョコボ育成はバディとは全く別の成長システムになるのでしょうか。いいえ、まず今回実装される、育成に関してはバディを育成するというコンテンツです、はいはい、機能ですね、はい、ありがとうございます、続いてです、はい、ハウジングに飼育小屋を設置して育成すると聞きましたが、はい、ハウジングを持っていないので、はい、そうするとチョコボ育成はできませんか。現段階では、ハウジングのアップデートコンテンツなので、はい、家がないとできないです、はい、ただ、今後のアップデートで、3都市とかの、うん、チョコボポーターのあたりに、あ、はいはい、旧社のところですね、まあ、全機能ではないと思いますけど、うん、あの一部機能は持たせて、まあ、ソロでもそっちで一部機能は使えるようにしようかって話はしてます。はい、はい、ありがとうございます、はい、では次です、チョコボ育成はどこでどのようにして行いますか。基本的には、庭具として、はい、小屋が増えるので、うん、小屋を設置していただくと、うんうん、まあ、そこに、チョコボを預けることができるので、はい、預けた状態で、まあ、トレーニングしたりすると、まあ、上がるとか、ね、なるほど、餌をあげるとか、はい、はい、いう感じですね、はい、まあ、だからログアウトするときに、少し世話をしてあげて、はい、でログアウトして、でフリーカンパニーの他のメンバーが、可愛がってあげたりもできるの でまたログインしたら、厩舎から出して連れて歩くみたいなイメージだと思ってもらえればいいです。はい、はい、ありがとうございます、はい、では次です、何話まで、何話、チョコボの数え方が何話か分かりますが、何話まで同時に育成することができますか。基本的にはバディなのでまだ1ですね。はい、で段階がを実は計画していて、この育成、まあ何、某ゴールドなんとかでほうほう、チョコなんとかを実装するときにこうなんとかだらけですね、はい、そうそう、もっと派手な、その派手なというかね、育成をこう 今入れてしまうとパラメータぐちゃぐちゃになってしまう、ね、あ、はいはいはい、そっちの仕様に最終的に合わせた状態で、だからこのコンテンツ、機能ですけどアップデートされていきますので、はいはい、そういうものだと思っていただければ。はい、ありがとうございます、次です、ランク10に達したバディチョコボでも、はい、チョコボ育成を行うことで何か変化するでしょうか。まずは限界突破という、はい、ものがあって、この厩舎の中 で、うん、で今ランク10にすでに育ってしまっている、バディがいる場合、その限界突破をするとランク11とかが、成長していきます。で最終的には、ポイントをもう当然稼げるので、全てのチョコボアビリティが使えるようになるとかね、スーパーチョコボを育てるみたいな入り口でもあります、はい、ありがとうございます。じゃあ十分、あと1個、はい、チョコボのスキルリセットをさせてほしいというリクエストが結構、うん、 ね、あったので、それに関しては、今回パッチ 2.3 でできるようになります。とあるアイテムを使うとできるようになるんですけど、それに関しては、ハウジングと紐付けてないので、育成とは別ってことですね。別ですね、どなたでも、なるほど、使えます、はい、はい、ありがとうございます。では次です。あともう一個言っといた方がいい。これリセットした時にポイントがなくなるんじゃないかっていう不安もあると思うんですけど、それはそのまま返ってきますので、はい、振り直していただき、はい、ご安心ください、はい、次です、チョコボの羽の色について、はいはいはい、実装されているすべてのカラーラントと同じ色に変えることができるのでしょうか。
ですね、チョコボのすいません、体の色はい、を変えること自体はごめんなさい、パッチ 2.35 で追加となる機能なんですけど、はい、いきなりこうカラランとぶっかけて色を変えるとですね、はい、チョコボ虐待になってしまうので、さすがにそうではないんですけど、とあることをチョコボにやっていくと、うん、まあ、羽が生え変わったタイミングでこう色が変わるみたいなイメージだと思ってもらえればいいんですけど、なるほど、カラランとみたいにこの色でバシャーみたいな塗るわけじゃないってことですね、ないんですけど、ほぼカラランとにあるものと同じ、はい、種類数ぐらい色を今変えられるように作業中です。はい、はい、ありがとうございます、はい、ではチョコボ育成関連は一旦ここまでです。お、意外と短かったね、はいはい、いろいろあるので次のブロックに行きたいと思います。早く行かなきゃいけない。あと一応ね、S サイズでも普通に育てられる、はい、なるほど、はい、家のサイズは関係ないのでご安心ください。はい、ありがとうございます、はい、続いてはハウジング、はい、個人ルームの関連に行きたいと思います、はい、まず最初の質問です、はい、ハウジングのサイズによって、設置できる個人ルームの数や部屋の大きさなどに違いはありますか。あ、それは S だと、あ、そういうことです。例えば3部屋しか設定できなくて、はいはい、L だと20部屋いける、うん、あそこはないですね。ない、まあ、物理法則を無視してるんですけどなるほど、どのサイズのハウスでも個人ルーム持てる個人ルームの数に変わりはないですね。はい、はい、ありがとうございます。大きさも一緒、大きさも一緒です。はい、はい、ありがとうございます。ではその個人ルームの開放条件と、はい、あと価格を教えてください。気になりますね。ハウジングの価格がね、前にいろいろ大変だったんで、はい、なんですけど、まずん最初のって何でしょう。まず開放条件。あ、開放条件はフリーカンパニーに所属していること、フリーカンパニーのハウスが、はい、存在すること、はい、でそのプレイヤーが少尉、グランドカンパニーに所属していて少尉以上であること。うんうん、という条件を満たしていれば、まだ最終調整中ではありますけど、現在のところ30万ギルで、部屋を一つ増やせる、増築できる、増築できる、まあ、大体もう30万は普通にお持ちなんじゃないかなと、まあ、だいぶ稼ぎやすくなってますからね、はい、いうふうに考えております。はい、はい、30万皆さん稼ぎましょう。はい、はい、まあ、今から稼いでも全然余裕で間に合う金額だと思うので、はい、まあ、30万、今の想定は30万ですね。はい、はい、ありがとうございます。では次ですが、その個人ルームに、はい、置ける調度品の設置可能数を教えてください。可能数まだちょっと最終調整中なので、はい、この場でこの数ですとは言えないんですけど、フリーカンパニーでのハウス側で設置している数とは、別なので。あ、別カウント。別カウントです、はい、だから、フリーカンパニーのハウス内で設置しているものが結構もう上限来ちゃってるって、個人ルームに物が置けないってことはないです、はいはい、あ、なるほどなるほど、はい、だから、はい、そのルーム個別に数字があるので、なんか例えばモルボルと、ね、個人ルームをそれぞれ設置して、はい、モルボル物置きすぎだってお前なくせよみたいなことはとかないですね。はい、ありがとうございます。じゃあ数の方は後日また今後のアップデートなどでお知らせしますということですね。はい、はい、ありがとうございます。まあちょっとやっぱメモリ直結ものなの で、ね、ギリギリまで前もおっしゃってましたよね。そう、できるだけ増やそうと思ってまだ粘ってるので、ね、もうちょっとお待ちください。はい、ありがとうございます、はい、次です。個人ルームへの入室はどこから行うのでしょうか。パッチ 2.3 になると、はい、今お持ちのフリーカンパニーの、ハウスの1階にドアが設置されるので自動的に、はいはいはい、でそこから、個人ルームへ移動していただくっていう感じになりますね。なるほど、はい、だから家の中から、はい、だから、まあまあ、まずはフリーカンパニーの、ハウスの中を通って自分の部屋行くみたいな、はい、あ、なるほどなるほど、うん、そこはちょっとやっぱり他のメンバーと顔合わせないのが嫌だっていう話をして、うん、そういう実装にさせてもらう。わかりました、ありがとうございます、はい、では次行きたいと思います。次の質問は、うん、フリーカンパニー用に、うん、フリーカンパニーのハウジングで設置できる調度品は、うん、全て個人ルームにも設置できますか。可能ですね、はい、例えばですけどガルーダの椅子みたいな、うん、こうレアなやつとかも、はい、カウントはまた別にちゃんと持ってるので、好きなように置けます。はい、置けます、置けます、はい、庭具だけですね、だから置けないのは。個人ルームはあくまで部屋なので、はい、庭じゃない、はい、庭がないので、はいはい、庭具は置けないですけど、家に置けるものは何でも置けます。はい、はい、ありがとうございます、では次です、はい、個人ルームに窓はありますか。
まあ、さっきもちょっと、ね、物理法則を無視って言いましたけど、はい、一応ですね1階に増築されているという設定なのでなちゃんと地下とかじゃないので、はい、窓は、はい、付けさせていただいてます。はい、ありがとうございます。はい、個人ルームの広さを教えてください。ですね、S サイズの、はい、一壁大きいS サイズの1階の広さありますよね。そうですね、あの広さの一壁分大きい、はい、S サイズの要は広さよりもちょっと広いってことですか。そう、ちょっとお見せしたかったんですけど、はい、あのですねフリーカンパニーを結成して土地を買って家を建てててやっていかなきゃいけなくてちょっと間に合わなくてですね、はい、なので S サイズより広いと思ってもらえる、はい、あ、そっか、あの壁の区切りの一壁分ってことですね。そうです、そうです、ログインして S サイズの家を見学に行ってもらって、はい、あ、なるほど、この壁1枚分、はい、柱1個分大きいんだねと思ってもらえる。いいです。だから結構そのなんだろう、一人で住むっていう意味では、はい、結構レイアウトも来れるし、そうですね、あの物もいろいろ置けて、はい、こじんまりというか住み心地のいい部屋を作っていただけるんじゃないかなと思います。はい、すごい、このドアを開けたらどことつながってんだみたいな、まあまあね、不思議空間ですね。はい、ありがとうございます。では波順関連最後の質問ですが、はい、フリーカンパニーを脱退した場合、はいはい、個人ルームはどうなりますか。現在パッチ 2.3 でリリースするタイミングでは、個人ルームを消滅させないと脱退ができない、はい、作りになってます。はい、でただ、その後のアップデートで、持っててもまあそのまま自動的に潰しちゃって脱退っていう、システムは今作ってるので、はいはい、後追いでですけど可能にはなります。なるほど、はい、じゃあ脱退する場合はまずは個人ルームを片してから。そうですね、最初はだから慎重設計になってます。はい、はいはい、ありがとうございます。というところで次に行きたいと思います。あと何か言い忘れないですか。大丈夫ですか。個人ルームでなんか気になってそうな個人ルームでも制作はできますかとか。できます、できますし、はい、あとあれだ、宿屋で昔あったんですよね、シャウトとかこうセイとか隣の部屋に聞こえたりしませんよね。あ、ちゃんと聞こえないようになってます、はい、あの思いの丈をね、吉田とか叫んでいただければいい。自分だけの空間。そうですね、ブツブツ言ってても大丈夫です恥ずかしくないと思います。はい、ありがとうございます。というところで次いきますね。はい、続いては、お待ちかねクリスタルタワーに、お、はいはい、行きたいと思いますので、はいはい、こちらは実機がございますね。わたわた、ついにお待たせしました。はい、ということでクリスタルタワー関連に行きたいと思いますが、はいはい、ちょっと待って、はい、準備をしますね。ではアルテノ平原を外してはい、外してクリスタルタワーシルクスの塔、そう、シルクスの塔、今回は古代の民の迷宮に続き、はい、いよいよ塔本体来ました、内部へ突入していただきます。さあ、シャキルか、シャキルのか、来た。はい、じゃあそろそろいいかな、実機どうぞ。はい、画面お願いします。ちょっと見守ってみましょうか。はい、あ、なるほど、そうですね、うん、ちょっと、うん、ちょっと待とうか。はい、カメラに戻してもらっていいですか戻しましょう、戻そう、さあ戻そう。そう、さっき BGM を切ったの忘れてましたね。忘れてた、ちょっと一回みんな出よう、ごめん、出よう出よう、これはやらかした俺ね。そうですね、忘れてましたね。いやー、そうでした、せっかくの盛り上げのところそうですね、大丈夫ですね、プロデューサーともあろうものがまだ時間ございますので大丈夫です。大丈夫ですか、ちょっと待ってくださいね、 BGM 戻しますね。音だけは俺が言うから大丈夫ですってさっきアニー先輩が言ってた気がする。そう、全く突っ込まなかったですね今ね。すごい、眉一つ動かさずうんこめに集中してらっしゃいます、うん、もう兄がね止めてくれるって言ってたのにね全然ダメでしたね、はい、多分あれですね、間違って鳴らさない方に多分全神経を注いじゃったんだと思います。なるほどね、じゃあ改めて、はい、積みますね。はい、じゃあ、はい、じゃあ、はい、じゃあよしですか。よし、はい、どうぞ切り替えお願いします。どうぞ、すぐ行こう、すぐ行こう、はい、じゃあちょっと見守りましょう。はい、さっきのなかった、何もなかった、何も見ていない。なってます、なってます。
なるほど。ではですね、はい、クリスタルタワーの中をウォークスルーしつつ、うん、はい、ちょっと出箱も一応使っておきますね。はい、あれですね、もしかしたら我々が話しながらウォークスルーで見せるようなので、もしかしたら BGM ちょっと小さかったかもしれないですね。そうだよね、はい、うん、なんかそんな感じだったんだわ。せっかくやり直したのに。超クリターですね。超クリターですね。はい、いよいよ、はい、いよいよまさしくクリスタルタワー。では質問の方に行きたいと思います。あ、今デバッグコマンドでアライアンスに一人ずつで突入してますんで、寂しい状態になってますが、はい、最初の質問です。新たなクリスタルタワーも古代の民の迷宮のように難易度的にそれほど高くなく気軽に参加できるコンテンツになるのでしょうか。はい、それを目指して作ってます。やっぱり 2.0 のタイミングでやっぱり超難易度で1回実装しようとしてやめて、本当に 2.1 でカジュアルに気軽に遊べる、はい、ようにリリースして本当良かったなと思っていて、うん、やっぱりそこ懸念されてる方いると思うんですけど、前回と同じようにね、みんなでワイワイ楽しめるような形で今実装してますので、はい、はい、すごいですね。皆さんツイッターとかで見てるのが、うん、最初に何言ったと思います、はい、なるほど7項目あるのかみたいな、その、あ、なるほどね。すごいなと思って、そこかステップが7項目だねとワイプそっちに回せばよかったね。確かにここも隠しとけばよかったですね。倍だったね。はい、では次の質問です。はいはい、自分たちで24人のアライアンスを組んで攻略できるようになりますか。そこだけなん、ずっと 2.1 から言われてたんですけど、はい、すいません、そのさっき、フロントラインのファインダーで大改造やってたって話で、はい、どうしても間に合わなくてですね、本当申し訳ないんですけど、はい、なんとか 2.35 で多分いけるんじゃないかなと、うん、なのでそうですね、 2.3 リリースから1ヶ月ぐらいお待ちいただくことになっちゃうかなと思うんですけど、はい、すいません、そこだけ申し訳ないです。頑張ってるんですけど、はい、はい、では 2.35 を目指して頑張って、目指して頑張ってます。また進捗は、別の機会にご報告したいと思います。はい、ありがとうございます。では次です。はい、装備品のロット券に週1回の制限はつくのでしょうか。うん、まあ、そこは 2.1 を思い出してくださいとしか言いようがないので、はい、同じような流れだと思っておけばいいですかね。あ、いいです、いいです、それで、はい、はい、ありがとうございます。ここまで見せちゃっていいのかってね。賑やかですね。賑やかですね。賑やかですね。あ、その線超えるんですね。超えますよ。いろいろいますが、まあ、質問次いきたいと思います。はいはい、手に入る報酬のアイテムレベルを教えてください。今のところ100かな。はい、今のところ100。はい、はい、ありがとうございます。では、今度は逆に必要な、入るのに必要な平均アイテムレベルを教えてください。そこは他でもよくお話しますけど、はい、調整項目なんで、うん、ギリギリまでお待ちください。はい、私今デバッグコマンドでですね、モンスターから無視されるというコマンドを使っておりますので便利ですね。はい、見つかっておりません。しかしですね、倒さないとギミックが動かないという、はい、あ、なので、なるほど、一旦画面を戻してもらえますか。はい、画面をカメラに戻してください。いいですよ、質問を続けていただいて、はい、では次の質問ですが、未鑑定トームストーンやアラグの砂、アラグの油のドロップ率はどのぐらいですか。率、ドロップ率はどのぐらいですか。前の放送でも言いましたけど、3つはいきなりは出ないので、はい、パッチが進む と、ドロップに追加されていくと思ってください。なので、よっしゃ、出ねえじゃねえかよみたいなのは勘弁してくださいね。未鑑定からかな、出ていくんですけど、だいたい今のところ 30% ぐらいでドロップします。ほ、30% ぐらい、 30% ぐらいです。まずは未鑑定トームスト、まあまあまあ、そのまあこれもね予定なので、はい、まあそうです、ね、すいません、最終のパチの音をお待ちください。つまりあれですよね、3種類ドバっていきなり最初からあるんじゃなくて、そうです、最初はまあ1個ぐらいから始めて、はいはいはい、パッチが進むと増えていくと、まあ、2個になるかなっていう感じですけど。なるほど、なるほど、はいはい、じゃあその辺は今後の情報。そうですね、前にも言いましたけど、皆さんのその進行編のクリア状態とか、はい、あ、皆さんの全体の平均アイテムレベルとかも見て調整しますんで、はいはい、ギリギリまでお待ちください。画面戻して大丈夫です。はい、ゲームの方にお願いします。さっきのごっちゃりをね抜けて、はい、私は倒してきました。小指で倒してきました。さすがね、ラムーの武器だけあって、ね、強かった。あ、ラムーやっぱ
この光る感じはラムだったんですね。ラムでした。この階段のところって、うん、この子を登り切ったら何見えてくるんだろうってかなりちょっとドキドキしますよね。まあね、あの上とね、ここは大丈夫でしたね。あのあなぜならですね、私さっきの小指で倒したって言いながら倒してないので、ああなるほど、あのそうなんです、 先がね出ないようになってですね、あよくできてますね、あのやっぱりチート対策もいろいろあるので、はい、そうか、ここは何かな、ここはそうですね、さっきの線があったってことはこう何かしらいるところってことですよ、ね、そうですね、これをずっと登っていくわけですから、はい、あそうですよ ね、 ねここバーッとね、はい、はい、では次の質問に行きたいと思いますが、はい、画面一回またすいません戻してください。アクセサリーや武器も報酬で手に入りますか？今回は防具、防具、はい、防具です、はい、メインの防具です、はい、次です。3チームが分岐したルートをたどって攻略する要素みたいなものはありますか？画面戻していいです、今回は用意しないです。あの、はい、塔を、まあ、みんなで駆け上っていくっていうイメージになってるので、あの基本みんなで、あのどんどん先へと進んでいくっていうイメージだと思ってください。はい、ありがとうございます、はい、あの当然あの序章のまたストーリーちゃんとありますし、どうやってシルクスの塔の中入るのかだったり、はいはいはい、新キャラもですね、クリスタルタワーといえばみたいなね、新キャラもねいるとかいないとか、ね、そしてネロはどうなるのかあたりもぜひぜひ気になりますね。あ、このあれですね、この螺旋な感じ、この間武雄さんが見せてくれたアートにあったやつ、勝手に見せてしまったやつね、はいはい、ついに実装されるとこうなりますというのをご覧いただけると思います。そうですね、ここ もういかにも何かな感じがしますね。なんかありそうですよね、はい、では次の質問に行きますが、はい、将来的にクリスタルタワーをインスタンスでなく、うん、でインスタンスでなく通常エリアとして、画面オフでカメラにしてくださいこっちをそっちのわけで話すのやめてくんないかな質問ですが、将来的にクリスタルタワーをインスタンスでなく、はい、通常エリアとして開放する予定はありますか？今のところないです。はい、これはないです、はい、そして次ですが、はい、うん、クリスタルタワー関連のストーリーで、うん、ウネやドーが闇の戦士は登場しますか？うん、うん、それを聞かれてから答えるべきだったのかなみたいななるほど、誰とは言わないけど、あ、画面戻して大丈夫ですあの新キャラは出ます、はいはい、画面ゲームにお願いします。あ、来ましたね、さらにね、だんだんピカピカしてきましたね。本当ですね、あーなんか、はい、いろんなものがありますね。ね、ここ乗ったらどうなるんだろ うんでしょう、ね、みたいなね、まあ皆さん、あ、へー、周りにいっぱい似たようなものがあると、まあ、さらに何が起こるのか、あ、楽しみにして、はい、こちらぜひお楽しみにお待ちください、はい、ということで、クリスタルタワー関連は以上な感じですが、もう一回戻してください。はい、カメラお願いします。あと1シーンぐらい、お、じゃあもうちょっと実機の方を見ましょうかね。ここまではいいかなどうかな、ちょっと待ってくださいね、はい、やばさを確認してから、大事なことです。ここまで引っ張ってやっぱりやめますはないそうですね、じゃあどうぞ、はい、ゲームお願いします。おっと、変わったなっていう、ほう、なんだここ、またガラッと変わりましたね、はい、これはダメだな、なんすか、うかつなことを聞くと、うかつなことはやめましょう、ね、あれですよね、うかつに答えてしまっちゃうかもしれませんもんね、はい、ああ、ここもそうか、何かってことですね、ね、定率劇場で出てましたね、はい、そろそろ外も見え始めてきて、本当だ、これは塔のどのあたりなのか、奥に窓が見えますね、はい、はい、まあ、いよいよ間もなくですね、皆さんに読んでいただける、はい、のが間もなくですね、はい、ありがとうございます。じゃあ一旦またゲームを、はい、カメラにしてください、はい、ということでクリスタルタワー関連はここまでにさせていただいて、次に行きたいと思います、はい、次はですね、メインクエストと事件や関連クエストについて、いきたいと思います、はいはい、では最初の質問です。そういえばさっきさ、はいはい、クリスタルタワーにさ、はい、なんか忍者みたいなのいなかったなんかいましたよね。いたよね、はい、いたよね、あ、そうそうそう、これが、はい、これが忍者、寄ってください、忍者ね、はい、ね、おとといこれ発表した忍者ですよね、はい、で
さっき間違って出したやつ、ね、あ、そのまま寄ったままでいいですよ、はいはい、間違って出したやつね、はいはいはい、間違って出したやつ、間違って出したやつあ、まだある、そうそう、さらに間違って出したやつ、ね、まあまあほら PVP 専用装備とかもね、はいはいはい、作らなきゃいけない、はい、まだ出ますか、さらに間違う、さらに間違ってみる、これどれだ、あ、ちゃんとですね、あの全版新聞ちゃんとあの 2.4 に足されるんですね、はい、あの用意してますんで、あの、はいはい、それは多分見た瞬間わかりますね、これはいいのかな、まあまあちゃんとねハイアロマもあるしね、はいはい、お、まだ出ますか、なんかいっぱいあるですよねまあまあほらこれこれとかね、全く忍者に関係ない、急に急に来ましたね、急に関係なかった、はい、ね、これまずいだろこの名前まずいってここ消さないで出すのまずいでしょ、なんかね、ね、これはまずいよね椅子のようなもの、椅子のようなものなんでしょうね、はい、まあまあね、こんな感じでいろいろ用意しております、はい、ご期待ください、うん、ということで、クエスト関連いきますね、はい、いきましょう、最初の質問です、ギルガメッシュは今回の事件や関連クエストでも登場しますか、はい、今回は出てこないです、はい、まあ一旦、ね、ギルちゃんとは、ね、はい、決着がついて、ただね、まあまたな的なね終わり方だったんでそうですね、でただあのお気づきの通りね、本来ギルガメッシュってね腕がたくさんあって武器たくさん、はい、持ってるはずなのに、まあ、今回2本しかなかったんで、ね、うん、多分ね腕生やしてるんだと思うんですよね今あ、なるほど、はい、時間を要するんですね、そうですね、はい、はい、ということでじゃあ今回はお休みです、今回はお休みです、はい、ありがとうございます、はい、次です、新しい事件や関連クエストでもパッチ 2.2 のギルガメッシュ討滅戦のようなワイワイ楽しいバトルは実装されますか、なんかねワイワイしてるっぽいですよ、おまたなんかねおかしななんかメンバーが いましたよ、あ、本当ですか、はい、じゃあ何かワーワーできる、みんなでワーワーできるものが、ワーワーできますね、はい、ちょっとなんかいました気になってしょうがないですけど、何かいたんですか、以前ねなんか僕プロデュースされたライブかなんかでね、ちらっと実はね絵だけ出した気がします、ほうほう、うん、まあいいや、あ、なるほど、うん、じゃあご期待ください、はい、過去のそれを言うたがためにですよ、はい、過去のもうレターライブ漁られまくりますよね、いいじゃないですか、あのアクセス数がじゃあぜひ過去の、はい、過去の放送をご覧ください、はい、次です、事件や関連クエストはカトシーンの面白さを重視するためボイス実装が厳しいという話が前にありましたが、はい、例えばクエストが実装された次のパッチでボイスを追加することはできないでしょうか、そうですね、まあ、ポリシー的にあんまりみっとも良くないじゃないですか、はい、うん、なので、まあ、やりたくないという話を しては実はいたんですけど、はい、まあ、後発でねもちろん始める方もいるし、うん、乗ってるに越したことはないのかなって話を最近しててですね、まあ、お約束はもちろん全然できないですし、もうそのパッチ 2.4 のとかその次とかのボイス収録が間もなくなんで、うん、間に合わない、そういう意味だともう間に合わないんですけど、はいはい、いずれありなのかもなとは思ってます、はい、はい、ありがとうございます、ただどんな声優さんが合うんですかね、まあそうですよ ね確かに、うん、そう、皆さんもうここまで来てると皆さん各自の脳内では多分何らか再生されてると思うので、ね、はい、結構登場キャラ多いじゃないですか、ナシュだって当てないわけいかないし、そうです ね、ゴッドベルトだってそうだし、うん、はい、そうなんですよね、はい、はい、ありがとうございます、では次に行きますが、事件や関連クエスト以外にも、はい、新たなサブストーリークエストを実装する予定はありますか、実はですね今回一つ新しいサブストーリーが始まります、はい、始まる、はい、まあ、ヒルディのようにこう誰かそのすごく濃い主役がいてっていうことではないんですけど、レターモーグリ、はい、彼から始まるサブストーリーがあってですね、まあ、いろんな人にお手紙を届けるというほいほい、はい、サブストーリーが始まるので、その今までに出会ってきた NPC たちの、まあ、意外な一面だったりっていうのが、まあ、垣間見えていくような、はい、サブストーリーが始まります。はい、ありがとうございます。なんかね、確かね、クラス追加なんですよね。配達士があるっていう。へぇ。噂ですけど。なるほど。まあ、ネタなんであんま怒んないでくださいね。はい
その辺にも注目しながら、はい、新しいサブストーリークエストもご期待ください、はい。では次です。メインクエスト関連ですけれども、うん、夕霧の素顔はパッチ 2.3 で明らかになるのでしょうか。早い、まだ早い、早い、早いな、まだ早い。ではまだまだですよと。まだです、そういうことです、ね、まだです、はい、まだです、はい。では次に行きますね。ヒルディブランドの幼少時を描いたサブクエストや、ヒルディブランドのお母さんが登場するストーリーを追加する予定はありますか。はいはい、実はですね、はい、途中で一時期お母さん出るプロットがあったんですよ。ほうほう。で直前であのなんか登場人物多すぎて調整したことがあったりで、あの設定とかは全部できてる。 あるんですね。で当然あのゴッドベルトが言ってたように、はい、本当は継がせたかった家業をね。ああ、そうですね。ところがあのヒルちゃんは家を飛び出してですね、人々の笑顔のために事件をやってるじゃないですか、うん、なんかあったんですよ、だからやっぱり。なるほど、うん、その辺はね、おいおい皆さんのやっぱり声がね、はい、あのどんどんあの反映されていくと思うんで、うんうん、ぜひこんなストーリーが読みたいとか言っていただけると。そうですね、はい、じゃあ今後もフィードバックはどうして直前にいきなり変えたりしてカットシーンチームが切れるっていうね。なるほど、はい、はい、ありがとうございます、はい。では次です。パッチ 2.2 のメインストーリーで、夕霧とサンクレッドが新たな戦闘スタイルを見せましたが、うんうん、これは新ジョブへの伏線ですか。いや、もう伏線も何も公開してしまった通りで、はい、まあ、エクスパンションの前だったのは多分意外だったんじゃないかなとは思うんですけど、はい、布石として、はい、あのもちろん、設定が生きてそのままちゃんと、双剣士と忍者につながっていきますので、はい、ぜひ、ね、これからのシナリオ展開にも、はい、楽しみに。今ジョブクエストとかも作ってますので、はい、はい、楽しみご期待ください、はい。では次です。ヒルディブランドの父ゴッドベルトは、はい、今後も事件や関連クエストに登場しますか。あの前回の事件やクエストで思いのほか人気になったので彼もあれはすごかったですね。いやでもちゃんと仕込んでたんですよ、あの 2.0 の時から、はい、彼ほら油塗られるじゃないですか。そうですね。あのあたりからちゃんとその息子をね、ははそう第7レーサーで亡くしたとかそれでメテオサバイバリングくれたりとかするじゃないですか。あの時からね。あ、そっか。そうちゃんと仕込んではあったんですよ。でですね、まあまさかのね、はい、ウルダハの、ね、超偉い人になってるとはみたいなのあったじゃないですか。ありました。あの今後もいろいろなところに顔を出してきます、ね、そうか、今となっては要人なんですよね。そう、あの人があんなものを作るのかみたいなね、いろいろちょっと考えてたりもします、ね、はい、はい。ではじゃあ今後のゴッドベルトにも注目をしていただきたいなと、はい、親子ともどもね。そうですね、はい。そしてお母さんどんな人なのか。こうなると気になりますね。はい、ありがとうございます、はい。では次ですが、今後も、ギルガメッシュと同じぐらい FF シリーズで知名度のあるおなじみのキャラクターは登場するでしょうか。そうですね、今回の事件屋はまあなじみというか、それ自体は皆さん知ってますけど、まあ、ちょっとひねりが効いてるんで、はい、ギルガメッシュとはまたちょっと違いますけど、もちろんちゃんとその14の世界観に馴染んだそのゲストっていうのは今後もきちんとストーリー作っていきたいなと思ってるので、はい、またね、ちゃんと準備ができ次第お話ししていけるのかなと思ってたりはしますね。はい、はい、ありがとうございます、はい。というところで、はい、クエスト関連はここまでとさせていただいて、次のブロックはですね、うん、その他特定のこのジャンルってことじゃないんですが、はいはい、いろいろな質問がありますので、はいはい、そっちをランダムにいろいろ聞いていきたいと思いますので、はいはい、よろしくお願いします、はいはい。最初の質問ですが、うん、インスタンスダンジョンの、うん、攻略開始時や、全滅した後にリスタートするときに、アビリティのクールダウンが残り時間に関係なくリセットされるようにしてほしい、これ リクエストですね。分からなくはないんですけどね、はい、検討してないわけではないですが、うん、今すぐやるやらないという話はちょっとできない項目です、はいはい、検討中ですということですね、はい、はい、ありがとうございます。第14回レターライブで見せたアートなど、あの竹尾さんが持ってきたやつ、あ、はいはいはい、をまとめたアートブックを出す予定はありますか。作
結構企画が進んではいてですね、はい、まあ、アートブック兼設定資料集という感じになっていくのかな、はい、あのちょっと装飾もこだわった、結構ある程度まあ、お値段ある程度になっちゃうとは思うんですけど、はい、あの超膨大なので14の設定って、はい、あのラフからそのクリーンアップまで尋常じゃない数があるので、はい、ぜひ、まあ、今後もその一冊にとどまらずに、はい、あの僕ああいうのやっぱり大好きなんで、うん、あのなのでやっていきたいと思ってて、あの企画が進行中ですので続報が出ましたらお知らせしたいと思います。はい、はい、ご期待ください。では次です。結婚システムについて、はい、結婚した後、うん、片方が幻想薬で性別を変更した場合どうなるのでしょうか。まあ英語放送の方でもお話ししましたけど、はい、まあ、エオルゼアの中で、はい、まあ、2人のプレイヤー、ね、キャラクターが愛を誓い合うっていう、はい、まあ、システムなので、別にその人の性別に対して愛を誓ってるわけではないので、うん、その個人の、ね、キャラクターに対して、まあ、愛を誓い合ってるってことなので、まあ、別に、ね、性別変わったからって愛が冷めるってことは、ね、ないんじゃないかなと、まあ、そこは各自で判断していただければ、はい、良いのかなと。特にこういうのこの辺については制限なくないです。はい、できますよということですね。はい、はい、ありがとうございます。では次ですが、はい、フィジカルボーナスの振り直しの自由化もしくは自由化緩和の予定はありますか。コストはもうちょっと下げようっていう話はしてたりはします、はい、もうちょっと気軽でいいんじゃないと、はい、まあ、なかなかあの召喚と学者のあれが解決できないので、はい、もうちょっと下げたらっていう話はしてます。はい、はい、ありがとうございます。では次です。現状エンドコンテンツはフルパーティーでの参加のみですが、はい、ライトパーティー向けのエンドコンテンツを実装する予定はありますか。もちろん作れなくはないんですけど、はい、かなり難しくな、まあでもどうかな、なくはないんですけど、うん、まあ 2.0 シリーズやってる最中はもうかなり計画して進めているので、はい、まあ、ちょっと難しいのかなと。まあ、英語放送の方でもありましたけど、まあ、一人でやっぱり腕試し的にレベルシンクをしないでダンジョンへ行きたいとか、はい、ね、あの4人でやっぱりハードなものが欲しいとか、で8人のダンジョンをマイパッチごとに増やしてほしいとか、はい、いろいろありますよね。コミュニティサイズによってリクエストいろいろ違うと思うんですけど、はい、まあ、やっぱり24人のアライアンスレイドから、はい、まあ、8人の、ね、バハムートを中心にした、超高難易度コンテンツがあり、まあ、4人ではできるだけカジュアルに遊ぶために、インスタンスダンジョンがあってっていう、はい、まあ、今とりあえずそのバランスで、僕らもその何かに偏って作らなきゃいけなくなっちゃうので、もしその4人をフォーカスすると、はい、バハムートを実装するコストがなくなってしまったりするので、一通りちゃんと落ち着いたらまた順番にいろんなことをやっていきたいなと思ってるので、はい、まあ、もうちょっとお待ちください。できないことはないとは思います、うん、はい、ありがとうございます、はい、では次に行きますね。次は、アイテムサルベージで採用される、はい、シーソー方式の成長要素ですが、はい、今後新たに追加される秘伝書など、他のクラフターの成長要素でも採用されるでしょうか。結構ざっくりこうなんて言うんでしょう、はい、ぶっこんできたな系ですよね。そうですねさらっとすごいこと聞きますよね。そうですね、 3.0 以降で、まあ、その拡張パックで、はい、もうちょっとそのプロフェッショナルみたいな、まあ、そのバトル系がクラスジョブってあるように、はい、ちょっとプロフェッショナルって考え方はありなんじゃないのって話はしてますけど、直近なんか今すぐその秘伝書でどうのってことは考えてないですね。なるほど、はい、はい、ありがとうございます、はい。では次ですが、アイテムレベル70よりも高いアクセサリーのレシピは追加されますか。します。おので、はい、まあ禁断していくと強いのかな、うん、なので 2.3 のスタートはぜひ、ね、そのあたりに注目になるのかなと。はい、ありがとうございます、はい。では次です。グランドカンパニーやフリーカンパニーに新しいランクは追加されますか。ごめんなさい、まだそのフリーカンパニーの次のアップデートっていうのを、予定はしてるんですけど、はい、まあ、ちょっとエーテリアルホイールみたいなものを使ってやる
ことだったり、ほうほう、そのフリーカンパニーで今週の目標はこれにしようって決めて、それに向かってみんなでやっていくみたいな、でそれの実装と合わせようって話をしてて、すいません、まだないですね。はい、はい、では次です。またガラッと変わりますが、はい、E3 に出展しているオンラインゲームで、吉田 P が個人的に気になっているタイトルを教えてください。あ、昨日、はい、安本さんとスクエニちゃんやった時にも聞かれたんですけど、はい、レフト4デッドのチームが作ってるイボルブっていう、4人のプレイヤーと、まあ、5人目のプレイヤーがモンスターをプレイする、うん、でモンスターは超強いんですけど、それのマルチプレイが売りのイボルブってタイトルだったり、あとはフェイブルの最新作が、4人のマルチプレイプラス1人神の視点、ゲームマスターみたいな視点で、はい、こうリアルタイムにトラップを仕掛けられたり、モンスターをポップさせたりっていう、その遊びができるのが売りみたいなんで、考えてたんです、やりたくて。ああいうのその4人じゃなくて5人っていう、そのゲームマスター的なところがあるんで、あれがドドンとね、今年偶然なのか、いくつかのタイトルでそんなイメージで出てきてたので、あれは個人的にかなり注目してますね。あとはまあディスティニーが、はい、クローズドアルファなのかな、うん、始まってて、ちょいちょいちょっと情報もらってたりはしますけど、FPS の、MMO というか、まあ、かなりでも MO に近い、はい、ですけど、あの辺もやっぱり注目かなと。あとはそうですね、もう本当見れてないんで。そうですね、ただ、ちょっと危機感はあります、やっぱりその、はい、14がということじゃなくて、その日本のゲーム産業としてちょっとこのままじゃまずいかなっていうのは今年より強く感じましたね。そのネクストジェンのゲームが出てきてる、でゲーム体験的にもやっぱり新しいチャレンジをしているタイトルがすごく多くて、うん、そのニュー IP、 新しい完全新規のタイトルっていうチャレンジがすごく多くなってきてて、はい、やっぱりその完成度っていうのも、そのアニメーションの分岐一つとっても、ええ、でまあ、確かにその日本ってこう漫画的にかっこいいアニメーションを作ることにはすごい長けてるんですけど、うん、はい、そのやっぱ北米とかのタイトルってシーン全体でこう映画のように見せる作り方だから、うんうんうん、モーションだけ見ると、まあ、たまに上下モーションでそのあれっていう瞬間があったりするんですけど、はい、そんなことよりゲーム体験とそのシーン構成をこう、うん、あのあたりのこう突き詰めっぷりがやっぱりすごいなと思ってて、はい、でまあ14は MMO なので、まあ、数百人のキャラクター描画しなきゃいけないから、はい、まあ、比重の置きどころは違うんですけど、向こうはもう4人とか5人のマルチプレイに全パワー注ぎ込んでのクオリティだったり、うん、アニメーション制御やってきてるんで、やっぱり図抜けてきてるな、うん、でそれが本当に超大手だけじゃなくて、はい、そのインディーで上がってきて、この1本でかけますみたいな、うん、まあ、タイタンフォールもそうですけど、ああいうのはやっぱり見習っていかなきゃいけないというか、挑戦しなきゃいけないし、はい、やっぱり続けていかないとダメかなっていうのは今年は特にすごい感じました。はい、ありがとうございます。じゃあ、まあ、いきなりシリアスな話をして申し訳ないんですけど、プロデューサーレターライブ的にはあれですね、うん、きっと14にも新しい刺激を受けた新しい要素をいっぱい取り込むぜ。あ、うんあれ、まあでも面白いですよね、コンテンツに、はい、その4人のインスタンスダンジョンでね、はい、1人だけこうニヤ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 しながらこうチレーってやる、でアイテム超やりたい、ね、最後宝箱を開けるときに、ね、はい、ルートのテーブルこうバッと変えてみたりとかね。ちょっとだけ脱線していいですか。はいはい、1.0 の最後のイベントあったじゃないですか、うん、はいはい、やれ街にもモンスターが攻めてきたぞって言ったときに、あれ実は運営チームで私とかもこうモンスターをポップさせて遊んでたじゃないですか、はい、楽しかった。そうなんですよね、本来ねウルティマオンラインの頃のゲームマスターってね、本当あれが仕事なんだよね、はい、まさにゲームマスターなんですよね。今どっちかというとちょっとセクレタリーというか、はい、その執事的になってますけど、そうなんですよね、本来はその普段起きないことをゲームマスターだからこそこう起こして、はい、プレイヤーの皆さんにリアルタイムに楽しんでもらうというところがね、僕も好きなので、まあ、Q14 だからこそやったんですけど、はい、まあ、今ね60ワールドとかあるから、そうなんですよ、ね、うちには来ないとかね、あれを手作業で回すのはちょっと ね、なかなか工夫がいるんですよね。システム考えていかなきゃいけないし、はい、逆に言うとプレイヤー同士でね、それが、はい、その特定の場所ですけどできますみたいな方が、まあ、確かに面白いですよね、うん、だからまあそんな広げ方は確かにありなんだよなっていうのは、うん、本当思いますね。はい、ありがとうございます。はい、では質問の方に戻りますが、うん、パッチ 2.3 で
新たな蛮族ストーリークエストは追加されますか？あ、それなんですけど、はい、あと残るはイクサルなんですけど、うん、そうですね、パッチ 2.35 になってます。はい、なぜかというとですね、今までのデイリーと毛色が違うデイリーになってます。はい、まあ、クラフト、お、クラフト、あのイクサルたちと協力して何かを作っていくみたいな遊びになってて、ほうほうほう、今までのその、まあ、専用アイテムとかがあってちょっと変わ、うん、違うんですよ。まあ、クラフトしてみようみたいなところもあって、はい、でその、まあ、バトル系やってる人たちがそのわざわざそのためにクラフトやらなきゃいけないのっていうよりは、はい、そのシーンだけクラフトができるみたいなことを考えつつ、で、まあ、ただやってない人にはそのクラフトのきっかけになってくれればなみたいなこともあって、うん、全然毛色の違うデイリーにしてるので、すいません、ちょっとまだ、開発の時間がかかっているのでパッチ 2.35 で、はい、でですね、なので、で 2.35 で大体そのうん、イクサルのまで入ると、はい、まあ、全そうですね、蛮族たちが蛮族クエストが揃うんですけど、はい、全部やっているとですね、ボーナスエクストラストーリーが発生するとのことなので、おお、じゃあこれがまたですね、モティンチームネタ多いなっていうなかなかね、結構こう懐かしいなこれっていう、ほうほう、なんかいろいろ凝ったやつ作ってるんで。じゃあまだ終わってないのがある人は、そうですね、あの 2.35 までに気長に毎日コツコツやっといていただけるといいのかなと、そうですね、はい、思います。はい、ありがとうございます。はい、では最後に持ってきました質問がございまして、はい、そんなパッチ 2.3 の実装日を教えてください。まあ E3 ですしね、はい、でもこの前ですよねパッチ 2.28 まあまあまあ、そうですよ、ね、え、じゃあパワポ、はい、あるのかな、画面パワーポイントにしてください。パワーポイントになりますかね。パワーポイントですよ。はい、じゃあいきますね。うんうん、パッチ 2.3 はドン。パッチ 2.3 7月8日火曜日公開予定。何よりもこの予定の字がでかいでかいですね。まあ、もう今日何日でしたっけ。今日は12日ぐらいですよね。はい、日本を開けて13日ですね。1ヶ月を切っております。はい、でですね、かなりギリギリ でして、はい、なんとか、まあ、もちろん7月8日にリリースしたいなと思ってるんですけど、うん、はい、2日ずれるとですね、まだ若干これ2日の猶予があってですね、僕らとしては木曜日までにやっぱりパッチを公開したくてですね、うん、まあ、今回もすみません、あのパッチ 2.28 でいくつかありましたけど、緊急メンテとかが入ってしまうことをある程度見越さなきゃいけなくて、はい、それがやっぱり金曜日とかに突入してしまうとかなりしんどいので、うん、なんとか木曜までにリリースをしたいんですね。はい、で平日1日きちんとバッファーがあるようにしたいんですけど、そうですね、だからまあ8日もしくは10日まで、はい、でそれを超えると翌週にちょっとなっちゃうかな。なるほど、なるほど。今そのかなり瀬戸際で、それでも今僕メールもずっとこの E3 期間中見てますけど、パチニテさんこの日付に合わせるために一丸となってやってますので、はい、このままこの日付通りいけばもう1ヶ月切ってますので、はい、お楽しみにお待ちいただけたらと思います。はい、7月8日火曜日公開予定ということで、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、それではこのままの流れで、はい、お知らせが今回もいろいろございますので、あります、はい、行きたいと思います。そのまま画面パワーポイントのままで大丈夫です。はい、では最初のお知らせこちらです。はい、ジャパンエキスポに今年も出展いたします。はい、フランスパリで開催されるジャパンエキスポ、2014年7月2日水曜日から、6日日曜日のスケジュールで行われるジャパンエキスポに、ファイナルファンタジー14出展いたします。はい、だからこれ行くんですよね僕ね。行きます。行くんですよね。はい、で、なんか今までそのバトルチャレンジって日米、はい、独でやってきて、ね、はい、普通でまだやってない、ね、なんとかやりたいなという話をしてたりしますので、はい、フランスの皆さんでぜひ、そうです、ジャパンエキスポの会場で、そうですね、はい、今 E3 でもやっています、イベントモードのリバヤさんバトルをやっていただいて、多分こちらも勝てばね、アイビートリバヤさん T シャツを差し上げますということをパリでやりたいと思いますので、はい、ぜひね、詳細また追って、はい、ページ出しますのでお待ちください。はい、はい、では次のお知らせです。こちら、2.3 が来るとなればまああるんでしょうと。え、で
バチノート朗読会を2014年7月7日に放送予定。ちょっとパワポ1枚戻してもらっていいですか。よいしょ。ジャパンエキスポって7月6日までだよね。6日ですね。ちょっと1ページ送って。あはで7日にバチノート朗読会ってフランスからやるの。これは吉田さんの部屋でやりたいですね。ええ帰ってきて多分ちょっとまだ飛行機取ってないんで分かんないですけど6日の飛行機に乗ればどうでしょう、うん、月曜には着くんじゃないですかね。なるほど、はい、いや着くのはいいですけどそもそも週末かけて仕事してきてるわけですよねイベントで。ええ、まあまあまあ。でしかもですよ仮にですよ仮に間に合って読めたとしてもですよ、はい、翌日パッチですよ。だってそうですね休みは、まあ、ないですかね。こんなだからねブラックって言われるんですよ。クリーンですよ超ホワイト。なるほど驚きの白さ今言うと思ったごめんなさい今途中で言いたくて仕方がなくなりました。いやなるほど、はい、ということで今回も例朗読会の方やろうと思ってますのでよろしくお願いします。七夕お会いしましょう。あそうですね七夕に、まあ、最悪のケースね誰かね代役を立ててあ、まあ、そうそうです読んでもらいましょう。なんとかなります、はい、朗読会はやりましょう。なるほど、はい、ということで次のお知らせいきたいと思います、はい、こちら無料ログインキャンペーンをまたやりたいと思っております、はい、ということで、うんまあ、パッチが入ったタイミングが決まり次第こちらもご案内すると思います。そうですね最初の週末は、はい現在普通に課金をしてプレイをしていただいている方を優先して、はいまあ、その翌週の週末ぐらいに、はい今のエオルゼを見に来てくださいといった形で、はい無料ログインキャンペーンをパッチ 2.1 に引き続き、やろうと思ってますので、はいぜひぜひねお声掛けをしていただけたらなと思います。はいよろしくお願いいたします、はい、それでは次に行きたいと思います。じゃん公式カタログ本発売ということでほう、こちらにサンプルがございますので吉田さんに持っていただいてこれねまたですね前にやったことがありますがカメラ寄れるのかな、まあ、表紙はあまたはいそうですね表紙は、まあ、まだ仮なんですけれども、はいはいはい、このようなものを作って、あ、あれです前と同じですが中白いですけど厚みはリアルってやつです。そうですね厚みはこれぐらいになるそうですこのぐらいのやつでこれはで何かというと装備品とハウジングアイテムのオールカタログ、はいはい、しかもパッチ 2.3 完全対応本当さよく言いますねこれね。大丈夫だってしかも発売日がさそう7月15日7月15日でね、パッチが7月8日、はい、8日予定です、ね、突っ走ってるとは言ったって、はいはいはい、なんか本当にあってずれたらですよ完全対応した本が先に出てパッチがないみたいな、まあ、最悪それの可能性もそうですね、まあ、だから絶対負けられない戦いがねここにある、はい、でお値段2100円となっておりまして、はい、今回中身どんなもんかというのをちょっとチラ見せさせてくれるということでこちらご覧ください。強めに、はい、パワポの画面していただいて、はいはい、いきますか。まず装備こんな感じです。いろんな装備品がですね、各クラス各種族で着るとどうなるのかだったり、ね、あとはそのどこが染色されるのかっていうのが、染色した時に色が変わるのがどの部分かというものが分かったりということなので、はいはい、あれですねミラプリで何か合わせたい時に探していただくのがいいのかなと。だからなんかこうそのおしゃれを楽しむための本だって、ね、書籍が言ってて、だから表紙をね女性誌の、ねはい、ファッション誌の表紙みたいにしたいって、で名前もエオルゼアコレクションなんかしちゃったりなんかして、そうそうそう兄先輩がねエオルゼアコレクションですよって、ね、あのドヤ顔すごかったですね。俺が考えた名前がそうそうそうみたいなね。はい、そしてもう1ページございます。家具、はい、もうこんな感じ、実際にゲームの中で置いた感じがこんなんでございますというやつのカタログになってますので、はい、そうですね、作ってみるにしても買ってみるにしても、うん、置いたイメージが分かるということでこちらも重宝すると思います、はいはい、というものが、7月15日発売予定となっておりますので、はい、ぜひぜひね、パッチ 2.3 のお供に、ね、そうですね、はい、していただけたらなと思います、はい、だから 2.3 で実装されるアイテムももう全部乗っちゃってるってことですね。そういうことですね、これは負けられません、はい、よろしくお願いいたします、はいはい、ということで次のお知らせに行きたいと思います。こちらです。ついに、はい、ファイナルファンタジー14ファンフェスティバル2014ロゴが決まりました。こんなロゴでお送りしたいと思います。はい、はい、でお知らせが何かと言いますと、詳しい場所と日付を今回お知らせしたいと思います。はい、
日付の順にですが、まず2014年10月18日土曜日、19日日曜日の2日間ラスベガスのリオホテル&カジノという、まあ、これはいわゆるラスベガスのカジノホテルですね。ちょっとテンション上がりますねで、行いたいと思います、はい、そしてその後ロンドンに場所を移動しまして、ロンドンのタバコドックという、はい、昔なんかタバコの倉庫だった場所らしいですけれども、ね、なんかすごいこう雰囲気のある場所なんですよね、はいはい、そこで10月25日の土曜日に行います、はい、そして最後東京は東京ビッグサイトで、2014年12月20日土曜日21日日曜日にお送りするんですが、はい、ちょっとね、これ11月って、ね、はい、日本お知らせしてたんですけど、ね、はい、ちょっとですね、年末年始って凄まじくこうイベントが多くてですね、日本、はい、その今、ね、アイドルグループもたくさんいて、まあ、空いてないんですよね。すごくてですね、で一箇所実は11月に抑えができてはいたんですけど、はい、そのどうしても僕がそのホールの間取りが、うん、一体感がどうしても欲しいから、はい、メッセやビッグサイトでどうしてもって言ったら、ね、大きい箱が欲しいっていうね、ギリギリのギリギリで、はい、なんとその20日と21であればビッグサイトが取れますというあ のが来たので、はい、もうじゃあぜひそこでやらせてくださいと。ね、なので若干ね他のリージョンからは空いてはしまうんですが、まあその分ね 3.0 のリリースに近い、ね、日付になっていくということは、ね、そうまとめでまた、ね、何か情報あるのかなみたいなことを楽しみにしつつお待ちいただけたらと、はいはい、でこちらティザーサイトの方が近日オープンしますので、そちらで詳しい情報をご覧いただければと思いますので、よろしくお願いします、はい、あとは、まあ、今後もいろいろ情報出していきますが、うん、世界の各イベント、生放送とか中継とか動画でのお知らせも検討してますので、はい、日本じゃなくてもそのラスベガスやロンドンの様子もきっとご覧いただけるに違いないということですので、はいはい、そちらもご期待ください、はいはい、ということで次最後かな、最後のお知らせこちらです、はい、次回、はいのプロデューサーレタライブが行われる場所でもあります仙台、はい、フルアクティブタイムイベント in 仙台ですが、7月21日月曜祝日ですねに開催で、会場が決まりました。 TKP ガーデンシティ仙台で200名様ぐらいを招待して行いたいと思います、はい、こちらすでに申し込みの方が、はい、ウェブの方で始まってますので、はいはい、東北の方々は ね、 そうですね、ぜひお誘い合わせの上、ね、申し込んでいただけたらなと思っております、はい、ね、小本が、小本ちゃんが、そうでした、そうですよ、ここはメンバー、コメンバーに聞く、まあ、小本さんをお迎えしますので、まあ、イレブン時代からね、はい、いろいろ物議を、物議をって、そうですね、まあ、生温かくね、皆さん、小本ちゃんに聞きたい質問などね、全然、多分皆さんが思ってる印象と実は全然違う男なので、はい、その辺も紹介しつつね、はい、小本さんの話は必ず面白いと思います、はい、はい、していきたいので、ではい、はい、じゃあ、最後、カメラに戻してもらってよろしいですかね。はいはい、ということで駆け足で進んでまいりました、はい、第15回プロデューサーレタライブはこの辺なんですが、この後あれですよね、こちらシアト吉田さんはシアトの対決が日本時間だと午前6時からございますので勝ってくださいね。あ、はい、お願いしますよ。はい、のでどうなんでしょうね、だってシアトリズムの宣伝ですよ、はい、で対決するのが狭間 P でしょ。狭間 P です。花を持たせるっていう考え方ってないのかな全力でいきましょう。なるほど、黙ってたって強いんですから全力でいきます。まあね、向こうね、はい、そうです、本職ですから、ね、そうですよね、す言われてみれば確かに、ね、はい、まあそりゃね、プロデューサーがね負けるとかないよね煽りますね、まあ、もう2回負けてるんですけどね、そうですね、浅間さんね、はい、って言ってあれ完全に今俺地雷を置いてるんだよね、はい、決してペロらないようによろしくお願いいたします。あ、そうですね、はい、いやでもね、バトルね、いやらしいんでね、互角になるように嫌なの飛んできたりするでしょ。しますね、あれよくできてますよ、はい、分かんない、うん、ということで、はい、レターライブは以上とさせていただきたいので、最後に皆さんにご挨拶とコメントをお願いいたします、はい、またやっぱりその日本でやる放送とはここガラス張りで、はい、なんだろうね、E3 会場にいらしてる皆さんがこうガン見していたりね、あとね、メディアの方がこう腕を組んで難しい顔をしてこの後のインタビューで何聞いてやろうかみたいな、ね、顔してますね、感じでいらっしゃったりね、リヴァイアさんチャレンジのね、はい、勝った時の叫び声が、ね、叫び声がすごいですね、聞こえてきたりといろいろ新鮮なんですけど、はい、また、世界各地でね、出張レターライブね、やったりしつつ、はい、あとまたファンフェスに向かってね、いろいろ情報も出ていきますし、
何よりね、パッチ 2.3、来月、はいね、できるだけ早いタイミングでお届けできるように、僕もまた日本に戻ってね、すぐ最終確認のフェーズに入ろうと思いますので、パッチを楽しみにお待ちいただけたらと思います。はい、ありがとうございました。それでは以上をもちまして、はい、ファイナルファンタジー14新生オールゼア第15回プロデューサーレターライブを終了させていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。